ライフタッチノートとモバイルギアライフタッチノートは日本電気製の Android OS 搭載のクラムシェル型スマートブックである NEC から発売された初めての Android OS 搭載の小型ノートブック形状端末で機能面ではスマートフォン以上ノートパソコン以下のスマートブックの分類に入る同社はスマートフォンとノートパソコンの中間に位置づけられる端末として カテゴリー名をスマートブックと呼称している。同様の製品では東芝からダイナブック AG と呼ばれる製品が先行して発売されているが、本製品より若干サイズが大きく、タッチパネルや GPS といったスマートフォンならではの機能が搭載されていない。ダイナブック AG はクラウドブックと呼ばれている。Windows 搭載パソコンとは異なり、バッテリーに 負荷の少ない本製品は、スマートフォンや、携帯電話同様に電源を切ることなく、常時スリープ状態で持ち歩くことができる。このため取り出してから利用を開始するまでの待ち時間が、短く、またバッテリーライフの長さや、比較的コンパクトで軽量な点から、気軽に外出先に持ち出して利用できる点が、Windows 搭載パソコンとの大きな違いとなっている。用途として、 ネットサーフィンや SNS やブログの投稿に加え簡易な文書作成、表計算といったスマートフォンでは従来困難だった文字入力を多用する利用シーンが想定されている。以下の使用一覧の通り Wi-Fi は標準で搭載されているほか75回 1A シリーズは NTT ドコモのフォーマハイスピードモジュールが搭載されており、 下り最大 7.2Mbps の高速モバイル通信が可能で、日本中どこでもネットサーフォンやインターネットメールが利用できる。OS は Android 2.2であり、Google の基本的なサービスである Gmail、Pop、imap メールや YouTube、Google カレンダー等の PIM の同期などができるほか、Google プレイストアから20万を超えるアプリケーションをダウンロードして楽しむことができる。 本製品の大きな特徴であるキーボードは 16.8mm 幅で10本の指でタイピングが可能なほか、日本語入力には ATOC4 ライフタッチが搭載されている。アイコンの選択や画面のスクロールはスマートフォンのように画面にタッチして直感的な操作を楽しむことができるほか、キーボードの下部には光学式のタッチパッドが配置され、 キーボード上のカーソルキーと同様の操作が可能となっており、細かい移動やブラウザ上の小さなリンクをクリックできるよう工夫されている。Windows 搭載パソコンのようにマウスカーソルは表示されない。ブラウザでは Adobe Flash Player 10.1がプリインストールされているため、通常のパソコンとほぼ同等のフラッシュで作成された動きのあるサイトも閲覧可能となる。 法人向け仕様として後日発売された製品でコンシューマー向け製品と以下が異なっている。下記に示すアプリケーションは NEC より提供され当製品に最適化されたプリインストールアプリケーションである。なお、これらは同じく専用のオンラインアップデートによりインストール・アップデートすることができる。 いずれも使用に際して致命的なものではないが以下の現象が報告されている。ありがとうございます。